皆さん、こんにちは。懐かし自販機巡り、パート5。今回、いよいよ、24小さんにお邪魔します。車が結構止まってます。ゴールデンウィークのお昼時ですからね。それでは、お邪魔します。なんと素晴らしい眺めでしょう。感動の一言につきます。ラーメン、うどんの自販機、こちらは、調整中で非稼働。うどん、そばの自販機、こちらは、稼働中ですが、注意書きがあります。後ほど確認しましょう。弁当の自販機も並んでいます。もう、感無量です。感動の域を超えてしまってます。一番右の赤飯の自販機は、前日までの予約が必要と書いてありました。予約をして自販機で買うのかな？その辺は不明です。今回のメイン、トーストサンドの自販機です。バリバリ稼働しています。まずは一安心。左の、リボルバー式の自販機もいいですが、トーストサンド自販機は、横綱級の存在感があります。それでは、緊張しながらも、おごそかに、購入します。チーズハムトーストに決めました。トースト中、40秒お待ちください。トースト中、40秒お待ちください。はい。わかりました。40秒待つことにします。しばし、待ち時間の優雅さをお楽しみください。トースト中、40秒お待ち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 ください。出た、アルミ箔に包まれた、トーストサンドの出来上がりです。このトーストサンドを、自販機群の前でいただける喜び、この上ない幸せと言って良いでしょう。ルネッサンスを彷彿させる、椅子もとても素敵です。次々とお客さんが来ます。弁当自販機、大繁盛ですね。ハムチーズサンドの中身はこんな感じ。至ってシンプルですが、これがまたいい。それでは、いただきます。これはいい。まさに、キングオブベンディングミール、といったところでしょうか。ありがとう、トーストサンドの自販機。次回は、もう一つの、アントーストを、いただきたいです。変わりまして、うどん、そばの自販機。張り紙を見てみましょう。機械の不調により、麺つゆが出ません。こちらで麺つゆを入れますので、係員にお申し付けください。なお、麺の量は半分となっております。そういうことか。随分古い自販機だもんな。早く治るといいな。麺の量が半分のため、150円と値段も安めの設定だ。早速購入しよう。カウントダウンタイマーは健在のようだ。とても綺麗な表示です。
出てきた。普通ならこれで出来上がりだが、機械不調のため、ここからは人力となります。ちょっと残念ですが、仕方ないですね。量は少ないですが、海苔が乗ってて、美味しそうです。ここ、24-0商さんは、プラスチック容器での提供です。これが本来の姿なのです。天ぷらうどんの具、いただきます。こちらも、うどん、そば自販機を横目にいただく味は、格別です。天ぷらも半分サイズでした。とても美味しく、いただきました。汁感したのは、言うまでもありません。空き容器は指定箇所へ。24-0翔さん、素敵なひとときをありがとう。また来ます。うどん、そば自販機が治っているといいな。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また、次の動画でお会いしましょう。